皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。今回は YouTube のコメントでもやってほしいってきてた僕的な ZOZO で買えるおすすめブランドを8つ紹介していこうと思います。今回紹介するブランドは学生でも手に取りやすいようなプチプラ帯の価格のブランドも多くて、みんなも知ってるような GU とかユニクロ等以外に絞って8つ選んできました。価格高くなっちゃうんで、ドメとかハイブランドとかは避けて喋っていこうと思ってます。今回紹介していくブランド8つは全部僕が今まで買ったこともあるブランドだし、学生時代めちゃくちゃよく着てたブランドなので、学生さんはもちろん社会人の方にもすごくおすすめなブランドもあるので、参考になると嬉しいです。それじゃあやっていこう。僕的おすすめブランド8選、一つ目に紹介するブランドがノーティカです。価格帯としてはセール込みで4000円から2万5000円ほどのブランドとなります。ブランドのテイストとしてはニューヨーク発祥のマリンルックを原点としているブランドで、ロゴに関してもヨットの方を使ったデザインなのが特徴となります。マリンルックってことでカジュアルなテイストのアイテム多めなんですが、今だと綺麗めからカジュアルまで幅広いアイテムを展開しております。結構ねフリークスストアでよく取り扱われてるイメージですね。シンプルめでしっかりとした生地感のパーカーやスウェットが人気のブランドで、生地も高見えする高級感抜群なものが多い印象のブランドです。アイテムに関して言うと結構コットン素材のアイテムが多くて、最近のトレンドにもマッチしている天然繊維が好きな方には特に好まれるブランドなんじゃないでしょうか。現行で販売している僕的なおすすめアイテムはこちらの3つになります。無地かワンポイント入ってるぐらいのスウェットだったりパーカーだったりがすごく僕的なおすすめアイテムですね。価格もねすごい高いってわけじゃないんだけど、めちゃくちゃ品質も高くて長く愛用できるようなアイテムなんじゃないかなって思います。そのためぜひ機会があれば1着手に取ってほしいアイテムです。僕自身ねこちらのパーカーはめちゃくちゃ愛用してて、普段でもよく着ているアイテムなので、フリークスストアとか行った際に結構置いてあったりするので、ぜひ一度見てみてほしいアイテムになっております。2つ目のブランドが一時期めちゃくちゃ流行ったブランドなんですが、オーワイトなります。価格帯としてはだいたい7000円から4万円ぐらいの価格帯となります。韓国発祥の韓国ストリートって感じのブランドで、これはね僕が学生だった頃に超流行ったブランドで、最近だとこっち系の韓国ファッションの世界観は少しトレンドとして落ちてきてるんですが、まだまだ人気な印象のブランドですね。韓国ファッションで言うと最近韓国ストリートのグランジ系とかが結構流行ってますよね。 OI はロゴ自体の印象が結構強くて、大学生がよく着てるブランドっていう認知のされ方もされてて、そこら辺でねちょっと毛嫌いされてるブランドではあるんですが、めちゃめちゃ綺麗なロゴで高見えもするんじゃないかなって思います。ただ価格帯は品質に対しては結構そこそこするんですが、地雷系の女子だったり地雷系の男子から結構人気があるブランドだなって印象があります。これ男性にもすごくおすすめなんだけど、女子にもめちゃめちゃ着てほしいブランドで、全身 OI だと結構地雷系っぽいコーデになりすぎちゃうので、そういうコーデを躊躇しちゃうって場合はワンポイントワンポイントで取り入れてあげるのがおすすめです。結構癖があるアイテムも多いので、シンプルなアイテムと合わせてあげてコーデに一癖入れられるのでおすすめです。OI の中でおすすめのアイテムで言うとここに載せておくんですが、こちらの3つで、このねハーフジップニットに関しては僕も持ってるんですが、めちゃめちゃ可愛いしデザイン性も高いのですごくおすすめしたいアイテムとなっております。生地も結構肉厚で高級感もあるので、ぜひね見かけた際は一度手に取ってほしいアイテムですね。 OI に関しては ZOZO タウンの方でも結構セールかかってたりするので、その際に手に取ってあげるのもおすすめとなります。おすすめブランド3つ目がネオスとなります。価格帯としては2500円から1万5000円ぐらいの結構プチプラ帯で買えるような価格のブランドで、まあ一言で表すなら韓国通販って感じのブランドとなっております。基本としてはセレクトしたアイテムを卸売して販売してるって感じのブランドになるんじゃないかなって思います。たまにね生地が結構ペライものだったり、ちょっとサイズ感小さいものとかもあったりするので、そこら辺をね避けてあげればめちゃめちゃいいものが買えるのでおすすめです。最近 ZOZO タウンの方ではレビュー機能も追加されたので、そこら辺も見つつでアイテムを選んであげるのがおすすめとなります。韓国ファッションの入門としてすごくおすすめなブランドで、僕自身も大学1年生の時とか結構よく着てたブランドなので、気になった方はぜひ一度手に取ってみてほしいです。ただこのブランド1点注意してほしいのが、先ほども話した話になるんですが、市場で販売しているアイテムを卸売りして販売してるっていう感じなので、別の韓国通販で見たらもうちょっと同じアイテムを安く買えたりする場合もあります。そのためよりお得に買いたい際は別の韓国通販のブランドだったりショップを見てみて同じものがないか確認してあげるのもおすすめです。 ZOZO タウンで韓国通販のアイテムを買う理由としては、信頼性が高いものを買えるってのが魅力ですよね。あとたまに韓国通販であるあるなのが、買っても届かない
みたいなことが結構あるので、 ZOZO タウンに関しては会社自体も日本で超大手なので、そういうのがないのが魅力となりますよね。そのため信頼性もあるような韓国系のアイテムが買いたいって方にすごくおすすめとなります。ネオスのおすすめアイテムとしてはこちらの3つが個人的なおすすめとなります。このウラボア素材のジャケットはね、特に去年 ZOZO タウンでランキングにずっと載ってたんじゃないかなってぐらい人気のアイテムでしたね。レビューに関してもそこまで悪いこと書かれてないので、結構信頼を置けながら買えるんじゃないかなって思います。あとはこちらのシャギーニットなんですが、僕もねこれ結構気になってて、理由としてはこのぐらい毛足が長いシャギーニットってナイロンで作ることが結構多いんですよね。ただポリエステル素材でこういう毛足が長いシャギーニット作ってるので、ちょっと生地感が気になるなって思ってるので、もしかしたら買うかもしれないなって思っております。それじゃあおすすめブランド4つ目がハレとなります。価格帯としては5000円から3万円ぐらいの価格帯となります。このブランドは本当に僕が学生だった時代の登竜門的なブランドだったんじゃないでしょうか。ブランドのテイストとしては綺麗めでモードな印象の服を多く展開しているブランドとなります。会社としても日本アパレルの最大手であるアダストリアさんが運営しているブランドで、レイジブルーとかグローバルワークだったり、地方のショッピングセンターでも多く見かけるようなブランドも展開している会社となります。僕もねこの会社ね、本社に一度お呼ばれしたことがあるんですが、めちゃめちゃ会社大きいし、オフィス超綺麗だった印象がありますね。僕もね大学 1,2 年生あたりでファッション好きになったぐらいの時期にめちゃくちゃ着てたブランドですね。展開しているアイテムとしては一癖あるような遊び心のあるアイテムが多い印象で、個性を出したいって方には特にお勧めしたいブランドとなります。まあ、展開数も多いんでたまにね外れだなっていうアイテムもあるんですが、デザインも他にはないようなデザイン使ってるし、店舗に関しても都心の方に行けば割とあったりするので、現物を見て買ってあげるのがおすすめなブランドですね。現行で販売しているおすすめアイテムとしてはこちらの3つが個人的なおすすめとなります。おすすめであげてるこのモールジャガードニットはね、めちゃくちゃ人気だったアイテムじゃないでしょうか。僕自身ねやっぱり普通に生活しててこのアイテム着てる人結構見かけて、パッと見でここの服だろうなっていうの分かるようなアイテムですよね。デザインニットに関しては結構シャギー系の生地で出してるブランドが多かったので、こういう柄がくっきり出るようなモール素材で出してるブランドはハレ以外だとあんまり見かけなかったんじゃないでしょうか。そこら辺もね差別化されてて、このアイテムすごくいいなって思ったポイントとなります。あとグレーにね金色だかオレンジだかの柄で作ってるアイテムなんですが、僕だったらブラックかホワイトかライトグレーで載せちゃうんで、ここの色の組み合わせもすごく面白いなって思いました。それじゃあおすすめブランド5つ目がロッキーモンローとなります。価格帯としては1000円から5万円ほどの価格帯のブランドとなります。結構ね上の方が高い価格帯になるんですが、ブランド自体がセレクトショップでノースフェイスとかセレクトしてるのでこの価格帯となっております。このブランド何がやばいって、シルバー925のリングを3000円以内で買えるんですよね。正直洋服の質に関しては僕はね分かんないです、正直分かんないんですけど、とりあえずシルバー925のリングがこの価格で買えるのがやばすぎて入れさせてもらいました。シルバー925ってなんだか分からない方のために言っておくと、銀の含有率のことで 92.5% シルバーを含んでいる素材となっております。もうね服作ってる立場だから分かるんですが、シルバー925ってめちゃくちゃ素材として高いんですよ。そのため現状の為替だと3000円以内でシルバー925のアクセサリー買えるのはめちゃめちゃお得だし超安いなって思いますね。ただね多分この素材でこの価格設定だと、もともと型があるデザインで作ってたり買い付けっていう形になってると思うので、デザインに限りがあるのと、サイズがフリーのものしか置いてないっていうのが少しデメリットではあります。なのでもうちょっとね奇抜なリングだったりデザイン性が高いリングが欲しいって方は、別のブランドでもう少し価格帯が上がるリングを買うのがおすすめとなります。シンプルでプチプラ帯のリングが欲しいって方は本当にここのリングがおすすめだし、初めてリングつけるって方いたらぜひこのブランドのリング一番最初に手に取ってほしいですね。プチプラ帯のアクセサリーのおすすめブランドとか聞かれるんですが、もうリング買うんだったら正直ここでいいかなって思っちゃうレベルに、いろんなデザインがあるし価格帯もすごく手に取りやすいので、初めてのリングを買いたいって方や安くて質がいいリングが欲しいって方はぜひこのブランドを一度見てみてほしいです。てな感じでこのブランドのおすすめアイテムとしては個人的にリング一択となります。他のアイテムはね僕見たことないんでいまいちわからないので、あのリングだけおすすめとしておきます。おすすめブランド6つ目がウィゴーです。もうプチプラストリートの大御所的なブランドとなりますね。価格帯としてはキーホルダーとかを抜いて1500円から1万円ほどのブランドとなります。ブランドのテイストとしては古着ストリート系のアイテムを多く展開するブランドで、1994年にできたような超老店のブランドとなります。
もともとはね、このブランド古着屋さんだったっていうこともあって、きれいめアイテムも販売しているんですが、やっぱりね、古着テイストのストリート系のアイテムが多くて、きれいめアイテムは価格に対しての質は結構いいんですけど、圧倒的にね、カジュアルなテイストのアイテムの方が人気なイメージですね。価格帯としては GU やユニクロとほぼ同じような価格帯で購入できて、より奇抜でカジュアルな服を欲しいって方におすすめなブランドです。ちょっとね、このブランドに関しては安すぎて怖いって方いるかもしれないんですが、至る所に僕の地元ですら店舗があるような超大手ブランドなので、そこら辺もね、安心して買えるポイントなんじゃないかなって思います。中高生にもすごく人気なブランドで、結構ここのブランドの服着てる人見かけるんじゃないでしょうか。意外とね、インフルエンサーさんとかともコラボしてる印象がありますね。僕もね、学生時代めちゃくちゃお世話になったブランドで、昔から多分今も変わってないと思うんですけど、当たり外れはね結構あるブランドなんですが、まあ店舗で買えばいいので、そこら辺はね心配ないんじゃないかなって思います。価格帯的にボリュームの出やすい裏肝のスウェットだったりパーカーや、シャギー系の毛足が長いようなポリエステルだったりアクリルのニット、ヴィンテージ系のデザイン系の T シャツや伊達メガネだったり、ちょっとしたアクセサリーを選ぶのが失敗しないポイントとなります。こちらのブランドの僕的なおすすめアイテム3つはこちらのアイテムとなります。僕的にはこちらのブラッシュドカーディガンがすごいおすすめで、色展開もすごく多いので、めちゃくちゃ在庫積んで価格を落として作ったんじゃないかなって思ってます。このアイテムに関しては生地感も高見えするし、高級感も抜群なので、ぜひ一度手に取ってみてほしいです。おすすめブランド7つ目がルイスとなります。このブランドの価格帯としては6000円から6万円ほどの価格帯となっております。今回紹介する中だと少し価格帯高い方なんじゃないかなって思います。20歳から30歳の方をターゲットにしているブランドなので、比較的大人の方も着られるようなアイテムが多い印象なんですが、めちゃくちゃね、学生人気も高いブランドで、おしゃれが好きな大学生からすごく人気があるブランドなんじゃないでしょうか。くくりとしてはセレクトショップなんですが、オリジナルアイテムを展開しているブランドとなっております。僕自身もね、大学3年生あたりに結構愛用してたブランドで、新宿のルミネの方だったり渋谷のパルコの方にもね確か店舗があるので、学生時代よく通ってたブランドですね。価格帯だったり取扱いアイテム的にもユナイテッド東京とかパブリック東京みたいな東京ベースさんと比べられることが多いブランドなんですが、そっちの方もね、本当はもうちょっと枠があれば紹介したかったなって思うブランドですね。東京ベース系列のブランドは僕自身めちゃくちゃ買ってたし、実はね、もともとそっちの方に僕就職しようと思ってたぐらい好きなブランドでもあるので、ぜひ気になったって方は、今回紹介はしないんですが、調べてみていいなって思ったら手に取ってみてほしいです。ちょっとね、このブランド価格帯高いので、似たブランドで安いところで言ったら、先ほど紹介したハレだったりジュンレッドさんがすごく近いようなテイストになるんじゃないかなって思います。ブランドのテーマとしてはモテる男のワードローブをテーマにしているらしくて、確かにね、女性受け良さそうなアイテム多いなっていう印象は少し感じますね。個人的にはここのブランドはネットで買うよりも店舗で買うのがすごく好きで、いろいろなブランドをセレクトしてるので、ぜひ家の近くにあったりしたら立ち寄ってみてほしいです。現行で販売してる僕的おすすめアイテムとしてはここら辺で、こちらのルイスのヒールブーツは僕が撮影でよく履いてたようなブーツとなります。個人的にね、もう時期的に買うことないと思うんですが、ここに乗せてるシャギー素材のニットがめちゃめちゃ可愛いので、今年の秋冬の方でもまだ残ってたら手に取ってみたいなって思うようなアイテムとなっています。それじゃあ最後8つ目の僕的おすすめブランドがスリックとなります。価格帯としては6000円から3万円ほどの価格帯のブランドで、このブランドはね、昔から洋服が好きって方は知ってるブランドなんじゃないでしょうか。シンプルだけどトレンドを抑えたような洋服を多く取り扱ってるブランドで、学生から社会人まで幅広い年齢の方が着られるアイテムが多いんじゃないでしょうか。こちらのブランドのね、取り扱ってるアイテムのカラーとしてはベージュやグレー、ブラックやブラウンやカーキなど落ち着いた色合いが多い印象で、デザイン自体もね、結構落ち着いてるものが多いので、日常使いもしやすいようなアイテムが多いんじゃないかなって思います。ベーシックなものが多いので、 T シャツだけ買うとかシャツだけ買ったりスラックスだけ買ったりして別のブランドの洋服と合わせてあげるのもおすすめですね。2002年からやってる、もう20年以上続いてるような結構歴史が長いブランドで、そこら辺もね、安心感がありつつでアイテムを購入できるのも魅力なんじゃないでしょうか。主にはセレクトショップやネットで取り扱いがあるブランドで、 ZOZO にはもちろんなんですが、 Amazon だったり楽天でもね、結構取り扱ってる印象がありますね。全体的に見るとプチブラっていうブランドではないんですが、価格に対しての品質も高くて結構コスパがいいようなブランドとなっております。さっきも言った通りプチプラではないんですが、そこまで手に取りにくいっていう価格帯ではないので、ノームコアっぽい服装だったりベーシックな服で少し価格や品質を上げた服が欲しいって方におすすめしたいようなアイテムが多いブランドです。個人的
的なおすすめアイテムとしてはここら辺の3つで、このモヘアカーディガンとかモヘアとウールの含有率まあまあ高くて、この価格設定なのでめちゃくちゃコスパいいんじゃないかなって思います。そのため学生の方はもちろんなんですが、社会人の方もね、一度手に取ってみてほしいなって思います。はい、てな感じで僕的なおすすめブランド8選話していきました。僕自身アパレルブランドクレルを運営している立場でもありつつ、普段からいろいろなブランドで洋服を購入している立場でもあるので、この僕的なおすすめブランド紹介参考になってたら嬉しいです。そんな感じで今回は僕が学生時代によく買ってたなっていうブランドにフォーカスしておすすめブランドを紹介していきました。僕が学生だった頃と今の時代のファッションでトレンドだったり人気ブランドとか移り変わりも激しいと思うので、学生時代に買ってたブランドだけじゃなくて今現在で買ってるブランドだったり、より僕が好きなブランドを紹介してほしいっていう声があったら、そういう投稿もしていけたらなって思っております。それじゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。参考になったら高評価やチャンネル登録、そしてコメントの方いただけると嬉しいです。それじゃあバイバイ。